1号艇の森永選手です。森永さんは朝から冷え込んだことで回転が上がりすぎるんではないかと言って心配していましたけれども、順位はぴったり合わせていましたか？展示はね、全然合ってなかったんですけど、本番行ったら、まあ、回れたので。なるほど。はい、よかったです。まあ、前半のレースの時はちょっとこう、ブレーキが効かなかったと。全く効かなくてね。なるほど。回れなかったんで。ということは、まあ、ある程度の方向性というのは分かってきたかなという感じでいいでしょうか？そうですね。はい、もうこの足をどう崩さんで回転止めるかっていうことだね。まあ、あった時の状態であれば出足中心にその一番好きな感じの仕上がりだったんでしょ？そうですね。いつもの足や僕いつも行ってる感じに来てたので、はい、ピットボラにその辺はどうですか？まあ悪くないです。はい、いい方だと思います。まあ1号艇ですからね、あとは犬をしっかり戻ってあとは持ちこないね。そうですね。そのイメージです。でもやはりあのスタートの方ももう大体掴めてきたんです。ちょっとあんまり分かってないですね。ちょっと泣いたりしたり、ブル入ってたりしてたんで、ちょっといまいち感触掴めてないんですけど、まあそこだけ注意していこうかなと思ってます。あともうスタートに収集して、コーナーを痛い。そうですね。来るかということですね。気に回れたら、あると思うので、はい。わかりました。はい。期待しております。はい、ありがとうございます。2号艇の長野選手です、はい、見事に仕上がってきましたね。まあ、今日は一番良かったです、はい、やはりあの気温が下がってきた、その辺の調整というのはうまくいったということでしょうか？まあ、ちょっと急激に気温が下がって、ちょっと先輩の矢崎さんにアドバイスもらって、それで手を叩いていったら正解が出ました、はい、特に変わった部分、良くなった部分はどの辺ですか？まあ、ターン周り の, あの出口の押す感じがすごく良くなりました。なるほどね。まあ、特に順位なんかよく一緒に、むしろ今の森田選手のスタート早かったですからね、はい、あそこからまぐれたということは相当自信につながるんじゃないですか？まあ、そうですね。この追い風で帰ってきたんでいいと思います。相当今節はスタートが怖いぐらいに決まってるんじゃないですか？まあ自分の中では、はい、バッチリですね、はい、ということはもうおそらく明日も気温もあんまり変わらないでしょうから調整が大きく変えることはないですね。あんま変えないです。微調整でいきます、はい、ピットでどうですか？悪くないと思います。ということは、まあ、2コース戦かなという感じ。まあそうですね、はい。刺して届くか握る展開あるか、その辺はどうでしょう？まあ刺さればいいんですけど、どうですかね。それはちょっと状況ですね。そこは勝負ですね。はいはい、わかりました。ありがとうございました。期待しております。3号艇の山本選手です。山本さん、一層ごとに良くなってきてる、そんな感じではないでしょうか？まあ気温とか気圧とかいろいろ日ごとに変わるんで、ちょっと難しいです。そして3日間走った中では、今日の順位のこの足が一番良かったとか、そういうことはどうでしょう？足は良かったと思うんですけど、やっぱ前件から言ってたようにピット離れが悪くなるので、はい。もう調子というのはどうでしょうか？もう3日間走ったので、もう大きく変えるようなことはないかなという感じでしょうか？大きく変えたらピット離れで下がるんで。なるほど。はい。まあ3号艇ですけれども、まあピット離れで頑張って、まあソロの参考線、これはこれでよしかなという感じでしょうか？もうとりあえずピット離れ、を一緒だけついていくように、ね、はい。スタートは今週決まってますか？ちょっと風が強い分ちょっと控えめにしてます、うん、なるほどね。あとはもうそこに集中してレース、それだけですね。そうですね。まあまくり出しても多分届くような足じゃないと思うんで、はい、はい、わかりました。はい、頑張ります。4号艇の大場選手です。大場さん、25号機評判機なんですが、やはりその通りの足ですか？いや、そこまでまだ出てないですね、うん、まあ、自分ちょっとペダの調整をずっとやってるんですけど、まあ、50パーまではないですかね、うん、あるかないんですけどね、うん、はい。まあ、現状で言えば、例えば伸び型とか出足型とか、それ色分けしたら、まあ、どっちかというと伸び型の方ですかね。なるほどね、はい。ということは逆に言えば、その出足をもう少し上向かせる。そうですね。準優勝戦でもそうですけど、ちょっとやっぱり予選同士もそうですけど、ちょっと出足でちょっと一瞬
もうちょい欲しいかなっていうところはありますよね。なるほどね。はい、まあ、その辺のところを踏まえながらの、やっぱり最後の微調整ということでしょうか。そうですね。そっち方向を考えて調整はしっかりしたいと思います。そして、まあ、4号艇ですけれども、どうですか、スロー戦、それとも、まあ、4号艇なのか。もう4号艇ってのはもう危ない4コースからですからね。はい。過去の4コースというのは決して嫌いじゃないでしょ。嫌いじゃないです。はい。スタートは今節、自分の関東。そうです、自分の関東に来てますね。はい。出るということですね。はい、十分にその、展開を捉えるだけの足はあるということでいいですね。はい、そうですね、あると思います。はい。はい、わかりました。頑張ってください。はい、頑張ります。総合店の岩崎選手です。岩崎さん、3日間を走って演技の変化というのはありましたか？まあ、気温で変化はありますけど、やはり例えば今日3日目ですけれども、気温がぐっと下がりましたよね。そうですね、ちょっと回転が上がってました、うん、ということはその辺が対話できて、むしろよくいい結果になりましたか？それともどうでしょう？まあ、前半はちょっと失敗したんで、うん、はい、後半はちょっと微調整できましたけど、その辺も自分の得の足は本節の中では一番良かったかなと。一番ではないんですけど、うん、はい、今日は良かったです。まあ、29号機 21% の勝率にしてはそれ以上には悪くないと思います。はい、悪くないと思います。ピットガラリどうでしょう？普通は行ってます。5号艇ですけれども、コース、まあ、6近辺だと思いますけど、まあ、そのおそらく5号艇ということは、まあ、5コースになる可能性が高い。そうなったらダッシュのスタートというのは明日特訓して練習します。はい、わかりました。期待しております。6号艇の山田選手です。山田さん、間に合ったという、そういう感じでしょうか？はい、やはり初日に比べて順位の足はかなりの大きく変化していた。そうですね、出足、主に出足なんですけど、ね、けどもだいぶ良くなってました。やはりこの気温が下がってきた、これはいい結果に結びついたと思いますか？と思います。なるほどね。ということは今日の前半のレースでも、まあ、かなり手応えを感じて、まあ、順位を走ってという。前半レースもまだしっくりきてなかったので、うん、もうペラを思いっきり叩いて、回転上げて、後半は行きました。うん、なるほどね。まあ、接戦の中でのあのレースは、かなり、あっ、思ったところに船を向くという、そういう感じでしたよね。そうですね。いいレースができるようになったと思います。ということは、まあ、このエンジン、よくここまでなったなという感じでよろしいでしょうか？はい。6号艇ですけれども、コースはどうしますか？6コースから行きます。コース、まあ、ダッシュの6コースのスタートの方は問題ないですか？はい、順位は少し試しすぎたんですけども、うん、感じては見えてます。あ、なるほどね。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございました。